ませんので、はい、ちょっとばかり申し訳ないけど、はい、もうすぐ出てきます。はい、まもなく、その先から白い十字架と飛び出す像が見えてきます。この飛び出す像の厚くは幅5メートル、高さ5メートル、奥行き50メートルの T 字型の洞窟で、この入り口は波に浸食された山場の裏側にあって、海面からは発見できない発光の隠れ場になっています。明治元年、五島崩れといわれるキリシタンの人たちに対する大きな迫害が始まったとき、若松島に住んでいたキリシタンは幕府に押し込まれないように全家族8名、相場の食料や生活用品を持って暗い暗いこの洞窟に隠れ住んでいました。ところが3ヶ月ほど経ったある朝、朝夜の順でも煙が天井に上がってしまい、お客漁船に見つかって怪しまれ、幕人に通報されてしまいました。そして捕らえられ、厳しい狙撃にあったそうです。三下攻めという時代劇などでも見たことがあると思いますが、三角